はい、シシです。今日もですね、リサイクルショップ、今回はブックオフスーパーバザールで購入したものをご紹介したいと思います。はい、というわけですよ。もういきなり登場させますけども、こちら。やっぱね、リサイクルショップって、その日その日で商品変わったりとかするので、やっぱり行ってみるとね、面白いんですよね。で、その時のまあ出会いでもって、あ、これ欲しいなとか、これはいらんなとか、あ、新しい商品あるなとかっていうのが、すごい楽しくて見に行ってるんですけれども、ごめんなさいね、ちょっと爪汚くて。はい。まずこちら。まあ、見ての通りなんですけど、置いてますけど、これまあ、ガラスに見えるんですけれども、アウトドア用の、コップタンブラーになります。でコールマンから出てるこれ、アマゾンで見るとこれ何オンスかちょっとわかんないですけど、まあとりあえず12か10オンスのどっちかだとは思うんですけども、1個ね2300円ぐらいするんですって。でまあプラスチックのコップ、まあでも樹脂製、まあなんかのなんていうかな、なんとかっていう樹脂なんですけど、まあ落としても割れないっていうようなやつで、耐熱が100度ぐらいまでいけますよっていうようなもので、これほら110円、1個110円だって。これアマゾンで全部買ったとしたら 2,4,6,8 で8000円ぐらいするんですよね。8000円ぐらいするものが、4つで440円で購入しましたっていう。まあ、外でこれでね、サイトとかを見ると、なんか生ビールっていうか、なんかビールとか注いでますけど、まあ、これでビールとか飲んだら美味しいのかなーって、まあ、僕ビール飲まないですけどね。なので、まあ、ファンとかコーラとか入れて、これで飲むといいのかなと。ただ、まあ、ね、見た目がいい、まあ、雰囲気を楽しむというようなものなんでしょうね、きっと。というわけで、まあ、こんなんも売ってましたので、これ買いだったなーみたいな、思います。まあちゃんと綺麗に洗って。ダイソーとかにも100円で売ってるんですよ。なんかそのプラスチックだけど透明度の高いものが。なのでそれの、まあコールマンのものになってまーす。ロゴスかな、キャプテンスタックかなにもなんかね、タンブラー売ってたりとかする。俺前あれ欲しかったんですよね。なんか800円か。2つで800円か1000円ぐらいだったと思いますけども。あれがね、100円で買えたのでラッキーみたいな感じですね。はい。家でも使えるんじゃないかなと。はい、というわけでまずこちらを購入しましたと。またね、使った感想とかを動画にしようと思いますので、あとこれが売ってました。プリムスのね、これアウトドア用品、はい、1600円、1700何十円、だ60円って書いてますね。ふっかね、いわゆるね、筒型のね、深型のね、クッカー持ってないんですよ。なんか、YouTube とかを見てみると、なんか、使わなくなったとかで、結構なんか出てくる、この深型とかの、クッカーなんですけど、これですね。はい、全然いいじゃん、みたいな。ほぼほぼ綺麗、綺麗というか、これ新品かっていうぐらい。中がフッ素加工、なんとかコーティングされてるみたいで、なんか、フッ素加工とかシリコン加工とかよりも、よりこびりつきにくいみたいな、なんかそんな格好されてるみたいですね。で、これ、材質はアルミ。なので、まあ、非常に軽いと。で、こんな感じになってまして、上蓋は、まあ、ちっちゃなフライパンとして使えますよ、というものと、あとはこっちですね。なんか2号までだったら、使えるプリムス。なんて書いてるかな、ライテックって書いてるのかな、ライテックの、これ、2号。で、ケトルにもなりますよっていう、ここに注ぎ口がついてるので、これで、なんか、湯沸かしして、注いだりとか、あとラーメン作ったりとか、ご飯炊いたりとかっていうようなもので、使えるそうです。で、後ろはこんな風にギザギザになってて、滑り止めになってるそうで、まあ、五徳の上とかからでも、まあ、滑りにくく、なってるみたいです。こっちも同じような加工がされてます。これもね、使ったら、ま、楽しいんかなみたいな、どうなんかなみたいな。結構箸とかで、なんか、奥の方が食べにくいとか、あんまりいいレビューは見ないんですよ。レビューっていうか、あんまりいい話は聞かないんですけどね。まあ、でも、プリムスの、製品買ったのはこれが初めてですね。
あと250型のガス、OD 缶かながこの中にすっごい入って、あとちっちゃい、ガスバーナーとかも入れると、まあ、登山とか、まあ、そういう風にスタッキングができて、まあ、これ一つで、まあ、ちょっとね、あったかいご飯でも食べれますよっていうようなものになってるそうです。結構見た感じ可愛いのでいいなと思います。またこれで今度ご飯でも炊いてみようかなと思います。こっちなんですかね、まあウインナーとか目玉焼きとか、かな。まあトゥルットゥルにこびりつかないので油もね引かなくていいそうなので、一旦それでちょっとやってみたいなと思います。まあ今日は、こちらを購入しましたっていうような紹介になります。もし、まあ、リサイクルショップなどでこんなものがあったりとか、あとまあ購入考えてるんですけどねみたいなものがあったら、まあ参考になればいいかと思います。というわけで今回はまあ簡単でしたけども、ご視聴ありがとうございました。こんな感じでいろんな商品のレビューしておりますので、その他にもね、まあ、いろんな動画撮ったりとか遊んでる動画とかもあったりとかしますので、まあ、よろしかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。